熱が弱点で気づかなかった。データ通りクラーケンの耐熱スペックは不完全だったようね。まあ私が相手なのが運も尽き、高熱が弱点のあんたに焼きだこになるのは時間の問題よ。それイカ型ガーディアン、うるさいわね。他もタコも似たようなもんじゃない。どっちもぐにゃぐにゃするし炭を吐くし。まあまあクラーケンも無事に倒せたわけだし。あっハルカ、クラーケンがクルミちゃん。破れかぶれの体当たり攻撃は計算済み。はいはい、こっちよ、タコモドキさん。私を捕まえたいのならここまでいらっしゃい。ほらほら、こっちよ、こっち。タコさん、おいで、天の名の方へ。私のデータは入ってないってことか。くるみちゃん、気をつけて。大丈夫。計算して動いてる。計算？つまりくるみちゃんは何か作戦を考えてるってこと？おそらく。くるみちゃん、しっかり。心配無用、いいか見てなさい。衝撃に強いとされるレアチタンといえど、その重量この高さからの落下に耐えられるかしら。ハルカ、怪我は？大丈夫。それより、クルミちゃんは？平気に決まってるでしょ。あんたなんかに心配されたくないわよ。くるみちゃん、はん、どうせあんたたちのことだから、もたもた手こずってるんじゃないかと思って来てみれば、まったく予想以上のヘタレっぷりにうんざりするわ。まあ天使の涙を取り戻さない限りは私も寝つきが悪いし、とにかく今から私がついていってあげるから感謝しなさいよね。モニーを、なんか言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。はるか、くるみちゃん、今までどこに行ってたの？私も、葵ちゃんも、ナインちゃんも、テスラちゃんだって、みんな、本当に心配してたんだから。いっぱいお話ししたかったのに、くるみちゃんに私の気持ち、ちゃんと分かってもらいたかったのに。くるみちゃんは、私たちの大切な仲間で、大切なお友達だって、ずっと
分かってるわよ。だからこうして素直に頭下げに来くるみちゃん、なんでもないちょっと何笑ってるのよ。くるみちゃん、何よ。せっかく私少しは反省して、その文句ある。だいたいね、あんたがしっかりしてれば。ちょっとありがとう。よかった、本当によかった。はるか帰ってきてくれてありがとう。くるみちゃん、何よ、ありがとうなんてわけわかんない。くるみちゃんが来てくれて本当に嬉しかったんだ。来てくれるってずっと信じていたけど、何度でも言わせてありがとう。くるみちゃん、天使の涙が奪われたのは私のミスだし、飛び出して心配かけちゃったし、ひどいこと言っちゃったし、だから叱ってくれてもよかったのに。全然、くるみちゃんは何にも悪いことなんてしてないよ。はるかは私を慰めようとしてくれたのに、なのにひどい言葉で傷つけて勝手に行方をくらまして、くるみちゃんが戻ってきてくれたから、それだけで私は十分だもん。ごめんなさい。もう勝手にいなくなったりしないでね。と努力をするわありがとう。はん、はるかさんとナイさんは大丈夫でしょうか。神奈月さん、大丈夫です。私はそれより先を急ぎませんと。逃がすな、今だ。撃て。神奈月さん、ここは私に。いい加減に、このこれだけ攻撃してもまだ一旦引け。ガードロボか、それともガーディアンクラスの戦闘兵器が退去してきたら、さすがに持ちこたえられないかもしれない。神奈月さん、大丈夫ですか。ちょっと足をひねっただけです。思った以上に足止めを受けてしまいましたね。こんなに戦闘員が待機していたとは予想外でした。テスラさん、先に行ってください。ダメです、危険すぎます。私は大丈夫です。はるかさんとナイさんの元へ行ってあげてください。この様子だと二人の方が心配です。接近戦専門の二人だけでは危険すぎる。神奈月さん、私はしばらくここで追っ手を食い止めます。テスラさんは先に行ってはるかさんたちと合流してください。私も後から追いかけますから。いいえ、テスラさん、友達を
こんなところに一人残していけません。行くのなら二人一緒です。でも、神奈月さんが心配する危険は私も考えていました。ですが、だからといって負傷したあなたでは皇族の敵にやすやすと突破されるだけです。敵だった私たちを友達と呼んでくれたのはあなた方ですよ。お忘れですか？友達？その友達を置いていくなんてできません。ゆっくりでも一緒に行きましょうね。はい、ありがとうございます。テスラさん、お礼なんて水臭いです。私たちは友達なのですから、助け合って当然です。追っ手が来る前に何か策を考えないといけませんね。ここまで来てしまった以上、後戻りもできませんし。最上階まではあとどれくらいなのでしょうか？あともう少しで50階の技術試験室です。ブラックトレーダーのいる最上階へは、その部屋を横切って反対側の中央階段を上がる必要があります。ブラックトレーダー？ええ。テスラさん、防災設備を利用するのはいかがでしょう？先ほどの1階フロアのようなシャッターはここにありませんか？はい、一応あります。でも一旦作動させたら、この非常階段は完全に閉鎖されて使用することがほとんど不可能になります。あまり考えたくはありませんが、万が一不利な状況から撤退するときに安全なルートを一つ失うことになりますが、それでも構いませんか？ええ、万が一なんてありえませんから。すごいですね。その確信の理由は特にありません。ただ元よりここから後に引き返す選択肢はなし。ギュスターブが攻撃を開始してしまったら全てが終わりです。チャンスは最初から1回きりですよ。そうでしたね。これで追っ手はこちら側に来ることができなくなりました。とはいえ私たちも引き返せなくなりましたけど、この先にブラックトレーダーが？ええ、ブラックファンドの収容。私たちは父と呼んだ男を目前にいます。テスラさん、行きましょう。神奈月さん。ええ、ナイス！と、あら？まあ、いい加減苦しいってば、ハルカ。あともうちょっとだけ抱きしめさせて。くるみさん！あ、魔法屋お姉様！よかった。仲通りしたのですね。予測がつきませんし。大丈夫、向かうところ敵なしよ。私がいるんだから。くるみさん、気持ちはわかりますが、一人きりで戦おうとしてはいけませんよ。みんなの気持ちは一つ。そうだよね、くるみちゃん。わかったわ。一気に
してあげるわ。でも百戦百勝は譲れないんだからね。素敵ですよ、くるみさん。あ、葵お姉様。さあ、先へ進もう。ブラックトレーダーのいる最上階へ。例の増幅装置、通称堕天使を建て祀る場所です。つまりあれが衛星レーザーの発射を操作する装置ってこと？衛星レーザー砲ギュスターブ発射準備完了。エネルギー充填率 150%、 各種計器類最終確認。今の声はシステム始動。始まったって、まさか。ギュスターブの砲撃体制が整ったということですね。照準固定、最終セーフティーロック解除。発射まであと3分。あと3分。おそらく堕天使からのデータ送信を停止させれば発射も中止になるはずです。行きましょう。わかった。この時を待ちわびていたぞ。貴様らとの再会の時よ。この声は。よくぞここまでたどり着いた。ブラックトレーダー。あの人がブラックトレーダー。そうだ。で50年前に時が遡ったようだ。またしても私の前に立ちはだかるか、天の使いの末裔、そして我が娘たちよ。50年前。ブラックトレーダー、天使の涙はどこに？案ずるな。天使の涙はふさわしき場所にある。バカ言わないでよ。だったらあんたのふさわしい持ち主だとでも言いたいの？倒せるわ。あの時は2人、いや3人だ。そして今は5人が。今でもはっきりと覚えているぞ。あの時の屈辱は。貴様たちの力と思いがこれほどのものとはな。勝利を称える。天の使いの使者だが、これで終わったと思うなよ。我らの野望がここで終焉を迎えたわけではない。忘れるな。私は戻ってくる。世界中に散らばる無数の聖杯のかけらが、そして天使の涙の片割れがこの手中にある限りはな。そして私は予言の通りに戻ってきた。50年の至福の時を超えて。悲しい人、あなたはずっと過去だけを思って生きてきたのですね。お願い父様、今ならまだ。考え直すのは貴様らの方。あれを見るがいい。あのところに天使の涙が。そう、貴様たち天使の涙の伝説を知っているか。ええ、心悪しき者が揃えて持つと世界に混乱と暗黒をもたらす力が生まれると。ならば話は、これから世にも美しい衣装を貴様たちに見せてやろう。私は今まさにこの天使の涙、宇宙空間に浮かぶ遠く離れたギュスターブに対して波動エネルギーを伝えるのだ。そんなことさせない。絶対に。
愚かな決断をしたことを苦しみもだえながら後悔し続けるがいい。一体リゾラ君は聖杯のかけらの力を凝縮させて人工的に生み出した結晶体です。資料で見ただけですが、こんなに大きなものは初めて見ました。これも。ギュスターブ、発射開始まであと60秒。60秒？もうそんなに？とにかく急いで打天使を破壊しましょう。それしか方法がありません。特別に諸君らの来訪を歓迎しよう。ブラックファンド本社ビルの特等席から眺めるがいい。聖杯事件の第2幕の開演、セントチェリーヌ学院が消え去るその瞬間をな。どうして学院を？そんなこと絶対させない。ええ、あなたの好きにはさせません。あんたの野望は私たちの打ち砕くんだから。天使の涙を心悪しき者には渡しません。父様、覚悟。どこまでも愚かな娘たちだ。あの壁は、あれは聖杯のかけらの結晶が生み出した波動フィールド。聖杯の波動エネルギーを応用した強力なシールドが打天使の周囲に覆っている。そんな、シールドに弱点は解析完了。結晶は不完全体、高エネルギーと衝撃に弱い。結晶が破壊されればシールドは無効化が可能。弱点、了解。姉さん、私となっちゃんがファントムボルテージで攻撃します。シールドが弱まったらその隙に皆さんで打天使を破壊してください。オッケー、わかりました。任せなさい。行きますよ、なっちゃん。了解。ツインファントム参上です。始めましょうか。カマンです。覚悟はいいぞ。無駄だ。リプレイです。どうしました？全力攻撃。カマンです。ジャコが狙いね。始めましょうか。ジェリーです。これで決まりです。
とう。リプレイ、こっち。バット、出る。はい。面倒な。復讐を遂げに来たか、テスラ、ナイン。復讐？違う。私たちは父様と話を。話だ。私にはもはや話すことなど。あなたは分かっていない。50年前、史上最悪の罪人になるところを天の使いの人たちによって救われていたことを。だからお父様、今度は私たちがあなたを救います。そしてそれが叶わるならば、あなたに代わって私たちがその業を背負っていく。おごるな、ツインファントム。罪人となるか救世主となるか、勝者が決めるのだ。無様だな、我が娘たち。もう少し私を楽しませてほしい。反抗もそこまで。いいえ、これからです。宿れ、イカズチ、閃光の剣に。貴様たちを倒した時こそ、私の野望が成就するのだ。レッドエンジェル参上。お任せください。待ってました。出なさいよ。出るよ。シュート。こっちだ。うまいよー。
止めて片付けてあげる。こっちだ。行くわよ。シュート。こっちだ。逃げなさいよ。出るよ。くわえ。無駄だ。集中です。逃がしません。こっちだ。
剣集中レルです。貫け。面倒な終わりだ。いや、私の出番かな。いくよ、レルだよ。テイ無駄だ。手加減しないよ。今こそ聖なる力を。一撃必殺ブレイだよ。注目注目、ここで決める。一撃必殺キック。何？カバンだよ。大丈夫ですか？邪魔はさせない。リプレイだよ。注目注目、一撃必殺レルだよ。えい、うわ、私は倒せん。くらえ！ダウンが継続されている。し
ターブの照準は依然としてセントチェリーヌ学院にセットされている。貴様の愛するマラディア、そして大切な者たちが炎の海に飲み込まれていく様を見届けるがいい。ああ、いよいよ麗しき破壊の幕開けだ。禍々しき山の使いの末裔ども、地上から消し去ってやるわ。私の勝利でツインエンジェル、そして天の使いの者どもよ、さあ受けるがいい。ニュスターブの鉄槌よな。何？